芝居楽しかったね。まあね、木村に後任せたって言われた時はどうなるかと思ったけど、西方のアドリブすごかったよ。必死すぎて何言ったか覚えてないけどね。私はよく覚えてるけど。ねえ高木さん、あのセリフだけどさ、春の日じゃなくて二人は秋の日に出会ったんじゃなかったっけ？二人は春の日に出会ってるよ。それって。